岩手県の釜石港にある湾口防波堤は、東日本大震災による津波でほとんどが倒壊しましたが、津波が浸水するエリアを減少させ、到達時間を遅らせる役割を果たしました。およそ6年の歳月と657億円の費用をかけて復旧し、これまでよりも倒壊しにくくなったということです。完成式典で岩手県の達増拓也知事は、より良い復興に向けて全力で取り組んでいきたいと話しました。